アルトゥール・アルトゥーロビッチ・ドミトリエフは、ロシア、サンクトペテルブルク出身のフィギュアスケート選手。父親は1992年、1998年オリンピックのペアで金メダルを獲得したアルトゥール・ドミトリエフ。母親は、体操選手のタチアナ・ドルチニナ、サンクトペテルブルクに生まれた。その後家族で、アメリカに引っ越した後、再び、ロシアに戻り、 アレクセイ・ミーシンの下で練習を始めた。2010年世界ジュニア選手権ではこの大会で唯一4回転ジャンプを成功した選手となった。2010年にはエレーナ・ブイヤノワに支持し、練習拠点をモスクワに移した。ジュニア最終年の世界ジュニア選手権では14位で、過去3回の大会で一番悪い成績だった。その後、コーチをニコライ・モロゾフに変更した。 2014年には、アレクセイ・ミーシンにコーチを戻した。しかし再びモスクワに戻り父のアルトゥール・ドミトリエフに、コーチを変更した。2018年ネーベルホルン・サカズキの SP において、世界で初めて3リットル z 3 f のコンビネーションを成功させた。通常右足で着氷する、ルッツジャンプを左足で着氷し、そのままステップを踏むことなく、 直接、フリップジャンプにつなげている。ぜえ、ニコライ、ぜえ、ありがとうございます。